太平山、三吉神社太平山、三吉神社は、秋田県秋田市に鎮座する神社。山岳信仰の対象。太平山の麓に里宮が、山頂に奥宮がある。大名討の大臣、少なびなの大臣、三吉霊人を祀る。三吉霊人は、太平の上主、藤原三吉が神格化されたと社殿にあるが、基本的に山岳信仰による神である。 力、勝負、覇者検証を司る神である。社殿によれば、白宝2年、オズ進が創建したという。その後、延暦20年聖衣体将軍坂の上の田村マロが戦勝を祈願して、社殿を建立し、かぶ屋を奉納したという。中世を通じて、薬師如来を本事物とする修元堂の霊状として推計され、近世には、 秋田藩主佐竹氏からも車両を寄進され、現在の里宮は八大所山佐竹義厚の混流である。母親戦争では、大宇鎮部総督九条道行の祈願書となった。現在も東北地方を中心として全国に三好神社が祀られ、太平山公、三好公も広く分布している。太平山頂の奥の宮に隣接して参道所があり、 カキは神社関係者が常駐する。宿泊、食事は要予約。休憩無料は関連事項、秋田中央インターチェンジから約4キロメートル、秋田県道28号秋田岩見船岡線沿い。ありがとうございます。